入り混じり小一郎は日本の実業家、ホンダ技研工業の副社長、セガの社長、アサヒテック社長などを歴任した、高知県出身、神戸市育ち、東京大学工学部航空工学科卒業。父が航空機のエンジニアであったことから、子供の頃から航空機への関心が高く、大学もその関係で東大の航空工学科を選ぶ。大学では、 原動機の研究を専攻するが、戦後の日本における航空機産業の立ち遅れを目の当たりにして航空機のエンジニアになる夢を諦め、レース用のエンジンを作る方に関心が向くようになる。1963年ホンダ技研工業に入社。同期には後にホンダの第4代社長となる河本信彦、同じく第5代社長となる吉野博之がいる。 入り混じりは研究所のレース設計課に配属され、いきなりロードレース世界選手権に出場する 50cc レーサーのエンジン設計を任される。1966年には、この年からエンジン規定が変わったばかりの F1 用のエンジン設計の責任者に抜擢され、ホンダ RA273 用の 3000ccv12 エンジンを設計する。 その後は市販車用のエンジン開発を手掛ける一方で、抵抗外エンジンとして知られる CVCC エンジンの開発に関わり、1973年には CVCC エンジンの技術供与のためにフォードに一時出向する。1974年にはホンダ技術研究所の取締役に就任し、新たに二輪専用の研究所として設けられた。 朝霞研究所の事実上のリーダーに抜擢される。1978年には、ホンダ技術研究所の常務に昇格する一方で、前年に発表された、WGP 復帰宣言に従い WGP500cc クラスに参戦するための車として4、ストロークエンジンの NR500 の開発をスタート、させる。1979年には39歳で、 ホンダ本社の取締役に就任。マスコミからは、1兆円企業の30代取締役、将来の社長候補として騒がれた。ホンダでは若くして役員に登用されながらも、重圧に耐えかねたり、あるいは、地震過剰で社内外の反発を買い、冒険会社に去った役員も少なからずいた。そうした事実を踏まえ、入り混じりを抜擢した社長の川島清から、君はこれから1年間、 マスコミと接触してはいけないと言命された。入り混じりは、川島との約束を忠実に守り、就任後1年間マスコミに登場することはなかった。1980年代前半においては二輪開発の総責任者として、俗に HY 戦争と呼ばれたヤマハ発動機との間のバイク分野におけるトップシェア争いを指揮。1981年には、 ホンダ本社の常務に昇格。1982年には、WGP をはじめとする二輪、レース参戦の統括会社として株式会社、ホンダレーシングを設立し、初代社長となる。1983年には研究所を離れ鈴鹿、製作所の所長に就任。1984年には、米国オハイオ州メアリーズビルの生産士会社である。 ホンダオブアメリカマニファクチャリング、インク、の社長となり、米国の自動車業界において、ミスター・イリの通称で知られるようになる。1988年に帰国、翌1989年には、ホンダ本社の専務に昇格、総務、管理、生産部門を担当する。1990年には、川本信彦が社長に就任するのに伴い、副社長に就任、同時に、 ホンダ技術研究所の社長となる。しかしこの頃から徐々にホンダの経営方針をめぐる川本と入り混じりの対立が表面化し、1992年3月には副社長を辞任。この時期ストレスにより健康を害しており、辞任と同時に1ヶ月の入院生活を送る。同年6月には取締役も辞任、常任顧問となる。 1993年の年明け早々、当時欧州 GM 社長だったルー・ヒューズが来日し、入り混じりに接触。入り混じりに欧州 GM 入りを打診する。その後交渉は順調に進み、GM の国際事業を統括する、GM インターナショナルの生産担当、副社長兼 GM 本社の上級副社長に就任する方向で一度は話がまとまるが、 正式契約に至る直前で友人の堀光一に GM 入りを止められる。その後堀が当時のセガ社長の中山駿に入り混じりのセガ入りを打診し、中山が開拓。入り混じりは GM 入りを諦めてセガに入社する決断を下し、同年4月に正式にホンダを退社し、6月にはセガの副社長に就任する。セガでは研究開発、生産部門を担当し、 特に1996年に発売されたセガサターン用のゲームソフト、桜大戦では制作総式、プロデューサー代表を務め、桜大戦をセガの一大人気シリーズに育て上げる。1998年にはセガの社長に昇格、ドリームキャストの開発を指揮し、プレイステーションに対する巻き返しを狙う。しかし結果は振るわず、2000年6月には、 ドリームキャストの国内販売不振などで決算が3年連続赤字になった責任を取る形で副会長となる。結局同年12月にはセガを退社。セガ在職中の1999年には、米国の自動車部品メーカーであるデリファイオートモーティブシステムズの社外取締役に就任している。セガ退社後は、個人事務所として有限会社。 入り混じり小一郎を立ち上げたほか、2001年1月には、全輪市会社の全輪データコム取締役、同年4月には、フライシュマンヒラードジャパンのチーフストラテジスト、同年6月には、バンダイ系のガングおしである株式会社ハッピネットの取締役に就任。さらに自動車部品メーカーである、アサヒテックの社長、会長を歴任した。ありがとうございます。